こんにちは、せんちゃんです。皆さん、今日は1月7日金曜日です。そしたら私がね、5日から毎日、昨日もね、5、6、7、今日は3日目ですね。毎日大根の収穫。今日はね、終わりみたいです。今日は終わらないか、ちょっと残るかもしれない。今日は夕はね、終わりみたいです。そしたらね、皆さん、今日は私、朝は大根の収穫。そしたらね、今3時だね。ほらららん、私レタス。皆さん、レタスはね、今日は私箱に出す。市場もう一回出す。この前はね、お正月前さ、遊ぶ前3回出す。そしたら値段はね、そす頃は1000円だった。私とっても嬉しいです。今日はお正月終わった、今7日ですね。どんな高いかな、安いかな、まあちょっとあと2回かな、終わるかなと、こんな感じ皆さんに見せたいです。皆さん、いつもどう見てくれてありがとうございます。昨日はね、私はね、大根は畑切り替えです。別の行くと忙しいです。そしたらビリオはまあいいわ、休みしたいで、たまに。ただ昨日はアップしなかった。そしたら今日はレタス皆さんに見せたいです。今から私ちょっと見せたいで、今私箱のして、一人じいちゃん帰ってくる、手伝いそうかな。これちょっとあんま大きすぎかな。ちょっとあっちの方は残ってる。歩いてみて反対見せたいです。箱閉まって終わった。今日は10何日中かな。これ、感じです。ちょっと大きすぎですね。少し大きすぎ。あっちはたくさんある。これです。ちょっと大きかったです。少しで大きいから、今日だけ終わりかもね。3個です。3個は4回。一つ箱は12個入ってるです。3個ですね。これ、3個。ちょっと大きい。レタス大きい。3個。今6個です。今3個、9個です。今9個。今3個、12個です。以上です。完成。
ちょっとレタス大きすぎ、閉めれないかな。ちょっと閉めれないそうです。見て。ケリケリけどね。あ、キリキリ閉めれる。皆さんお疲れ様です。皆さん今日は金曜日7日1月ですね。そしたら私今日は大レタスも今はね終わりました。レタスの収穫、大根の収穫、今日は大根収穫は終わりです。私もレタス収穫も終わりです。皆さん最高のレタス、今日は16の箱、中にね、中は12本入って、こんな感じ、12本入って終わりました。一人で3時から、今は何時かな、早く100円の準備です。だから今から市場に行く、ちょっと時間に行くかな。私今時間ないです。今から100円の野菜収穫準備です。はい、皆さん今日は以上です。今日は一日で頑張りました。また明日最高まで見てくれてありがとうございます。またせんちゃんの動画を見てね。